アパリシオのホワイトソックス在籍時の背番号、11。シカゴホワイトソックスの永久欠番2984年、指定。シカゴホワイトソックスの本拠地 US セルラーフィールドに、立つアパリシオのゾウルイスエルネストアパリシオ・モンティエルは、ベネズエラのマラカイボ出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームは、リートルルイ。ボルチモアオリオールズ時代父も、 ベネズエラで遊撃手として活躍した野球選手だった。また、アパリシオのおじと共にウィンターリーグのチームを所有していた。1954年にシカゴホワイトソックスに入団し、1956年に MLB デビュー。新人ながら152試合に出場して打率、266を残し、21盗塁で盗塁王と新人王をダブル受賞する。 その後は打撃こそ一流とは言えないものの、俊足講師の遊撃手として活躍し、39歳で引退する1973年まで18年、続けてレギュラーで出場。出場時合数も最小が1972年の110試合と安定感もあった。アウトになった回数8110回は歴代11位という不名誉な記録も作ってしまっているが、 18年連続で、レギュラーだっただけのことはあって、通算2601試合は、歴代35位、通算1230打数は、歴代20位、通算506盗塁は、歴代34位、盗塁王9回、ゴールドグラブ賞9回、オールスター選出10回などといった、輝かしい記録も数多く残している。特に、ゴールドグラブ賞9回は後に、 おじいスミスに破られるまで遊撃手として最多の記録だった。また、9年連続投入用も史上1位の記録である。1984年に南米出身者として初めてアメリカ野球伝堂入りを果たし、同年8月14日にアパリシオのホワイトソックス在籍時の背番号11は永久欠番に指定された。また、11番は ベネズエラ代表の永久欠番にも指定されている。なお、アパリシオの欠番指定後、2010年から2011年の間のみ、ホワイトソックスに移籍したオーマービスケルがつけていたが、これはビスケル自身が長くつけていた背番号13を当時、ホワイトソックス監督を務めていたオジーギリエンがつけていた事情から、ビスケルの依頼で背番号11を貸し出したという。 引退後は2003年フルスホワイトソックスの本拠地、US セルラーフィールドにて行われた MLB オールスターゲームでアメリカンリーグの名誉キャプテンとして出場。またホワイトソックスが46年ぶりにワールドシリーズに進出した2005年のワールドシリーズ第一戦では始球式を務めた。2006年ホワイトソックスの本拠地 US セルラーフィールドに等身大の像が建てられた。 身長は1 7 5トルと、決して高い身長ではなかったものの、右へ左へと動き回り、強権を活かして、相手チームのアンダーを単なるアウトに変え、チームメイトでこちらも守備の名手と評された二類のネリー・フォックスと共に組んだ、二遊間は、当時鉄壁と言われた。高打者としても、一流で、伊藤和は、今ならば、オジー・スミス、大リーグ版牛若丸、 吉田義尾と表していた。18年間の現役で遊撃手を守り続け、打順もほとんど一番で50、60年代の最高のリードオフマウンとされる。アメリカ野球伝道のプログラムには彼のプレーした年代の最高の遊撃手とある。後にベネズエラから MLB を目指す選手たちの大きな目標となり、デーブ・コンセプシオンやボビー・マルカーノーラも アパリシオに憧れていた。ありがとうございます。